平野紫耀ら新グループ結成に金プリファン反発。メンバーの絆変わらずもファンに分断。金プリ、キングプリンスのファンたちにとって衝撃的な出来事が訪れました。元メンバーである岸優太が滝沢秀明氏の新事務所、戸辺に合流し、同じ元メンバーの平野紫耀、神宮寺優太と共に新グループ、ナンバーアイ、ナンバーアイを結成したのです。 キンプリは完全に、についさん、に分裂しました。しかし、これによりファンの間で分断が生じ、波紋が広がっています。新グループ、ナンバーアイ、の誕生。岸優太は15日、とえの公式 YouTube チャンネルの生配信で合流を発表し、同時に新グループの結成が発表されました。今後の活動について、 平野の仕様は、コンサートはマストだけど、やっぱりコンサートはやっていきたい、と述べ、ファンとの距離を縮めるために尽力する考えを示しました。しかし、この発表により、キンプリファンとナンバーアイファンの間で複雑な感情が渦巻いています。キンプリファンの反発。キンプリファンからは、 三人で新グループって裏切りとしか思えない連会、連回、流瀬高橋コンビの通称が、かわいそうといった否定的な意見が上がっています。彼らは三人の脱退後、流瀬門と高橋山の二人体制で活動を続けており、新グループの登場は予想外の出来事でした。ナンバーアイファンの反論。一方、 ナンバーアイのファンからは、3人は裏切ったわけじゃなく、新しい道を選んだだけ、連会が可いそうって、自分たちの意思でグループに残った2人を否定してることになるよ、といった反論があり、SNS 上などで双方のファンによる争いと分断が起きています。ドラマプロデューサーの発言。 この騒動に一層の油を注いだのが TBS のドラマプロデューサー上田博樹氏の発言です。上田氏が SNS で行った発言は両グループのファンから批判を浴びました。上田氏のコメントによりファンの間での対立が一段と激しさを増している状況です。メンバーの絆は変わらず。しかしこの混乱の中で見逃せないのは実際のメンバーたちの絆です。 彼らのコメントや行動からは、分断とは無縁の絆が感じられます。彼らはそれぞれの選択を尊重し、互いを温かく見守っていることが伝わってきます。につい、3の分断的な構図がファンの間で話題になっています。が実際のメンバーたちの間にはわだかまりがないことが明らかです。ファンたちはメンバーたちの選択を尊重し、 彼らの幸せを願っています。分断や争いはメンバーたちも望んでいないはずです。ファン同士が若いし、再び音楽とエンターテインメントを楽しむ時が来ることを願うばかりです。シムと